高砂線は、かつて、兵庫県加古川市の加古川駅から同県高砂市の高砂駅までを結んでいた日本国有鉄道の鉄道路線である。1980年の国鉄再建法の施行により、第一次特定地方交通線に指定され、1984年12月1日に全線が廃止された。廃止時に取り付けられた。 ヘッドマーク加古川の周運を代替する目的で設立された晩州鉄道が周運の物資集産地であった高砂号と流域各地を結ぶ路線として開通させその後も貨物輸送を中心とした輸送体系が続いた戦後は沿線に国鉄高砂工場も置かれ貨物列車に加えて工場入り出場のための回送列車も設定されており 高砂市中心部に乗り入れていたものの旅客列車は運転本数が少なかった。そのため旅客需要は神戸や姫路方面への直通電車を頻繁に運転する山陽電気鉄道や加古川と行き来する便数が比較的多かった新規バスの利用がほとんどで高砂線の利用者は定期運賃の安さから高校生が中心となっていた。 国鉄再建法の施行により、特定地方交通線に指定された後も、高砂工場の存在や沿線人口の多さから、楽観視されていたが、高砂工場の閉鎖が決まり、また、尾上高砂北口間の第二加古川橋梁の、老朽化から第三セクター鉄道への移行は、断念され、廃線となった。なお、廃止時に列車に取り付けられていた、さよなら高砂線の、 ヘッドマークは現在埼玉市にある鉄道博物館にて展示されている。日中は2時間に1本、ラッシュ時は40分から1時間ごとの運行であった。廃止直前の運転本数は1日12往復となっていた。加古川駅を出てしばらくの区間は加古川線と線路を共有していた。加古川線が進路を北に向ける一方、高砂線は 南東方向に分岐。築堤及び立教によって、山陽本線、国道2号を乗り越え、再び地平に降りつつ線路が、南北方向へ向き変わり、加古川市役所東側の野口駅に到着した。野口駅では、別府鉄道野口線が接続し、プラットフォームを共有していた。そのまま南に下り、各林寺への最寄り駅、各林寺駅に到着した。 各林寺駅を発車すると、国道250号、山陽新幹線、山陽電鉄本線をくぐり、小野駅に到着した。小野駅から、線路は、東西方向を向き、山陽電鉄本線の南側に沿う。第二加古川橋梁で、加古川を横断し、高砂北口駅に到着した。高砂北口駅から、線路は再び南北方向を向き、 西側から国鉄高砂工場などからの引き込み線が合流し、高砂駅に到着した。そのまま南下し、終点の高砂港駅に到着した。野口駅跡配線跡の腕木信号機配線跡の点鉄機礎査手こ、加古川駅周辺は高架化されたため、王子の痕跡は残っていない。山陽本線をまたいでいた立橋は、廃止後は道路として使用されていたが、 過去川駅付近高下化に伴い撤去された。乗り越え区間前後の築堤も完全に撤去されているが、跡地の一部は細長い空き地として残っており、当時の面影が伺える。山陽本線との交差地点から県道19号線までは道路に転用されている。この間、旧野口駅のプラットフォーム跡はモニュメントとなっている。山陽新幹線。 山陽電鉄の高架裏には、ディーゼルカーの排気ガス特有の汚れがこびりついている。旧小野駅のあった場所には、線路と車輪を用いたモニュメントが設置されている。旧小野駅旧、第二加古川橋梁間の山陽電鉄との平行区間の一部は空き地として残っている。第二加古川橋梁は、完全に撤去されている。 旧橋梁に沈めから旧高砂駅間の線路跡は遊歩道に転用されている。この間、旧高砂北口駅の敷地は駐輪場に転用されているほか、付近は旧高砂工場引き込み線を含む複雑な線形に沿った形で建てられた建物が多く残り、複雑な街路となっている。旧高砂駅付近には、 腕木式信号機や点鉄機操作テコがモニュメントとして残されている。旧高砂駅の敷地は一時期バス停に転用された。関西圏都市交通研究会が加古川高砂 LRT として道路線の復活を提言している。ありがとうございます。